科学の価値はこんなに高いということを発信する、新しい理研として世界に輝く理研として仕上げることによって、その部分はかなり、プラスの貢献ができるんじゃないか。最先端の科学を追求する、研究を進めるということは理研の研究者のもちろん必要な事柄でありますが、同時に理研全体としてですね、社会的な課題をどう解決していくかという課題解決型の、多くの科学という立場から問題に取り組むということも大変重要でありまして、その国民並びに国際社会、特に科学の社会において大きな貢献を目指す研究機関というものを、つまりそういう利権をですね、発展させていきたいというふうに、強く思っているところでございます。また研究不正を起こさないような高い規範と倫理意識を定着させるということは言うまでもないと思ってございます。以上述べましたように、このような取り組みをすることによってですね、利権あるいはもう少し全体を見ますと科学全体の信頼を取り戻すべく、そしてその結果、豊かな国民生活の実現への寄与、豊かな国民生活への実現の寄与ですね、それから先ほど申し上げました国際社会への貢献、これも非常に大きな役割だろうと思います。そういうことを目指す研究機関として理研を発展させるように取り組んでまいりたいと思っております。岡田春子元研究員についてどのような評価をされているのかお聞かせください。私自身が詳細なことを見たわけではありませんが、そのいわゆるレポート、第三者評価委員会、あるいはその後のモニタリング委員会等々で、書かれた情報に基づいてしか、ものは言えませんが、研究者として、基本的なリテラシーが足りなかったということを指摘されておりますけれども、そうではないかというふうには思っております。